皆さん、ごきげんよう。日本一有名なホストクラブ、ローランドグループのザ・シック、佐藤セルティアです。今回はですね、ちょっと皆さんに、自分の口からどうしてもお伝えしたいことがあって、今、緊急で動画を回しております。知ってる人も多いと思うんですけど、来年の1月から、ローランドグループの新店舗、ザ・クラブ大阪店がね、新しくできることになったんですけど、ザ・シックからもね、一人、移籍しますみたいな、こう、スペシャルゲストみたいな感じの、うちがあったと思うんですけど、実はですね、私、佐藤セルティアが、今年の12月をもって、ザ・シックを、卒業し、来年の1月から、ザ・クラブ、大阪の方で新しく移籍させていただくことになりませんでした。なりませんでしたというか、移籍しません。ご安心ください。いつも、YouTube を見てくださってる方、いつもね、ザ・シックに遊びに来てくださってる方、ザ・シックの、セルティアチームの後輩たち、安心してください。移籍はしません。で、ちょっと釣り動画みたいになって、申し訳ないんですけど、まあ、今回ね、何の報告がしたかったかというと、この上にもね、書いてるんですけど、投げ銭タワーの YouTube ライブを、初めて、今月の29日、10月29日に、配信する予定です。で、10月の、投げ銭ランキングトップ10を、ちょっと YouTube ライブ中に、発表させていただこうかなと思っております。累計じゃなくて10月だけの投げ銭ランキングを発表する予定です。シャンパンタワーはね、王宮だったり、この王様をイメージした、なんていうんだろうな、こう、きらびやかな、すごい豪華なシャンパンタワーに、する予定なので、皆さんね、よかったら応援していただけると嬉しいです。夜の、だいたい11時とか10時ぐらいに、生放送というか YouTube ライブ、お店の方から始める予定なんで、皆さんよかったら、見に来てくださると嬉しいです。ということで、報告は以上です。ザ・シックの佐藤セルティアでした。バイバイ。